2日か、40時間ぐらい経ったんだ。まだ水はできてないですね。なんで今日ちょっとこうやって水をね、全部朝から水替えをして飲み水を確保しました。まだ2日じゃあのバクテリアは全くできてないので、今これアンモニアだらけの水のはずなんですね。なんでこっちの水はまだ飲み水にはならない。三つ指ハコガメもオスだけね、3匹ほど話していました。彼です、三つ指ハコガメ。ちょっと太陽光でね育ってみますね。はい、で今日やることはあのバクテリアをね、ほっとくと本当に2ヶ月かかっちゃうんで、バクテリアが繁殖するまでね。なんでビオトープにある土とか水草とか持ってきて、早い段階でバクテリアを増殖させる、そういうことをちょっとねやっていこうかなと思います。いや癒されますね、朝から亀の池は泳いでるね。お、いや、この後で何やってるの、溺れそうなの。君なんか泳ぎが下手くそそうだから、こっちに置いといてあげる。はい、こっちにも何匹かいるね。卵産んでんじゃねえか、もうそろそろ。さすがにね、産んでるような気がする。あれ見た、これね、空気穴作って潜って待機してるね。ミスジハコガメだね、これ。産んどる可能性あるな。いい加減にどっかに生まれとる可能性あるな。わかんねえな、掘り返してみるか。水ハコガメのオスですね。なんか溺れてねえか、あいつ大丈夫か。なんか泳ぎが下手くそすぎて溺れてんじゃねえか、あいつ。まあ大丈夫だろう。ああ、三つ指だ。石亀は泳ぎが上手だね。三つ指はなんかね、泳ぎが下手な感じに見てると、あ、落ちちゃうよ。なんか日本石亀はうまいわ。なんかスーッと泳いでいく、自由自在に。この子がなんか下手くそ。これ日本石亀。ちょっとこの辺にね、水草とか植え付けていこう、ビオトープのね。こういったらね、あそこにあるから、あそこに水草あるから、あれを取ってくるね。おお、日本語わかる？日本語まだわかんないか。水草をね、メダカもちょっと持っていくか。こういう水草をろ過槽とかにね、もうぶち込んであげる。よいしょ。根っこがあるな、これ。よいしょ。こんな感じ、もうこのまま使えちゃう。ほら、でこれバクテリアがいっぱいいるんで、ナチュラルにね、バクテリアの増殖スピードが増えるってことだね。この豚草みたいな、これいいんだけど、こいつ強すぎて増殖スピードがすごいんだよな。まあいっか、こんな感じで。これこれは
これはね、2年前にね、楽天の通販で買った水草がね、勝手にこうやって増えてんのよ。ほら。あとは、これはちょっと上等な花が咲くやつだね。で、これも水草なんだよ、これ。これもちょっと。これ。こんな感じで。ほら。植栽、植栽。よいしょ。これちょっと水草多すぎるから、もう。あ、もうこれ全部丸ごと入れちゃいいや、こうやって。ねえ。めちゃめちゃ取れる。水草だらけ。これを今からね、バクテリアたっぷり含んでるんで、植栽していきますよ。なんかいろいろ。よいしょ。これもね、水草なのよ。この、なんちゅうのかな、稲みたいなやつ。これもちょっと植えるか。綺麗だね。芸術だな、この画角。はい、引きちぎりました。稲みたいなね、なんとかっていう水草だね。これ、ろ過層に植えちゃう。あとは、これも水草だ。花が咲いとるね。これなんだろうな。ようわからないな。適当に入れちゃえ。ちぎってこうやってグリーン入れときゃ勝手に増えるわ。はい、こんなもんでいいでしょう。無料で水草が手に入りました。これカメが移動しちゃうかもな。まあいいや、それはそれで自然に増えていくから ね、こうやってね、もうろ過層に植えちゃうみたいな。ろ過層でこうやって自然に増やすっていうね。あ、これちょっとこっち行っちゃいそうだな。大丈夫かな。まあいいや、ろ過層にこうしときゃ勝手に増えていく。でこれもバクテリアの元なんでね、こういうのをね、こうやって勝手にこうやって吸着して育ちますよ。でこの辺のもね、あそこにあるとちょっと根に詰まりそうなんだけどな。まあいいや、こんな感じでいいや。あれで自然にブーンと生えてくる。うん、やっぱ野菜はね、適当が一番いいんですよ。でこういうね、こういうとこ置いちゃうだけで自然に水がね、あれで繁殖していきますよ。ここもグリーンが染まりますね、2ヶ月ぐらいすると。これがね、高橋流の植栽なんですね。ここはもうろ過層がね全部育っちゃう。うん、ろ過層自体がもう植物だらけにしちゃうみたいな。これでね、水替え不要のね、ものが出来上がると。あ、さすがにこれは死んじゃうな。うん、オッケーオッケー。まあこんな感じで、よいしょ。これが高橋流の植栽ですね。はい、ここであとメダカとかをね、もうちょっとしたら入れようかな。うん、あ、これでいい、これで育つわ。ブワー、こうグリーンになっちゃうよ。あれも2ヶ月したらまた今度動画撮るけど、水草が自然に増えてってブワーって。あとこのろ過層、これにポンプに絡まないようにここちょっとなんか囲わなあかんね。もうここブワーバッサリですよ、水草の絨毯が。でこれね、泥じゃなくてバクテリアの元なんですね。ヘドロに見えるかもしれないけど、ほんとバクテリアの元を今入れます。こうするとバクテリアが分裂して、ニトロソーマナスとかいっぱいいますから、ここにね、早く増える。うん、倍々で増えていく。うおー、どうなんで、ヤゴ捕獲ビオトープにこうやってね、違う生き物がいるんですよ。ほら見えます、何かいると思ったらヤゴくんでした。はい、ここで自然に帰りなさい。
ビオトープはいいな。水は循環してる。これだからビオトープやめらんねえよ。三つ指箱がね、泳いでます。よいしょ。鳥の襲撃があるんで閉めときます。あー、顔面パイルドライバー君がうまいな。やつは。やっぱりビオトープがいいな。花が咲いてるからこれ。ああ、これこれろ過装でこれ植物育っちゃうな。これ硝酸塩とか全部植物分解しちゃうなこれ。豚草が、水草、水草はいいな。やっぱり水草見てるだけで癒されるこれ。植物、ブドウ葉っぱどん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 成長して分解してくれるぞこれ。汚れを、汚れをどん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 分解していく。水が増えていくぞこれ。こんなとこで花見とるな、ね、こいつ。